キリムは、かつてのオスマン帝国、イラン、アゼルバイジャン及び中央アジアのトゥルク系国家の国々において伝統的な綴れ織りで製造されている絨毯を言う。キリムは純粋な装飾のためにも、またムスリムの人々による祈りのための敷物としても用いられる。現代のキリムは西洋の住宅における床のカバーとして用いられている。キリムという語は、おそらく、 モンゴル語起源の言葉で、ペルシア語で、ざっと広げるという意味を有するゴリムに由来する。トルコ語ではケレムであり、この語は、パイルのない絨毯を指す言葉として用いられることもある。より厳密には、中東の伝統的に絨毯を製造してきた地域において、製造されたスリット折りで折られた敷物を指す。パイル折りの絨毯と同様に、キリムは古代から製造されてきた。 探検家、オーレルスタインは、中国の宝坦において、4世紀、または5世紀に製造されたと見られるキリムを発見している。キリムのスリット織りの技巧を説明した図。それぞれの色の横糸が、色の境目で折り返され、隙間ができている様子を示す。キリムは、縦糸と横糸を交互にきつく織り込むことにより、作られており、パイルのない、平らな表面ができる。 キリムの折り方は、タペストリーの折り方であり、技巧の面から言うと、横糸が表面に出る平折り、すなわち平行な横糸が下側にきつく引っ張られる、ことで、垂直な縦糸が見えなくなるような折り方であるトルコの、キリム。色の境目のスリートが見えるように折り曲げられている。色の境目に達すると、横糸は、境目から折り返される。 もし色の境目が垂直な一本線となる場合には、二つの異なる色の境目部分には垂直なスリットが形成される。このため、キリムのほとんどはスリット折りの折り物に分類される。これらのスリットは幾何学模様を強調した非常にくっきりしたデザインを作り出す効果を有するため、コレクターはこれらのスリットを好む。インターロックのようにスリットを避ける折り方をした場合、 デザインはよりぼやけたものとなる。横糸は、視覚的デザインや色の効果を有するもので、ほとんどの場合ウールである。これに対し、見えなくされる縦糸は、ウールの場合もコットンの場合もある。縦糸は、織物の端部分でのみ見えるようになっており、フリンジを形成している。フリンジは、通常の場合、織物が緩んだりほどけたりすることのないよう、束ねられている。 トルコのキリムの細部。キリムのモチーフが複数用いられている。トルコのキリムには多数のモチーフが用いられており、それぞれのモチーフには多くのバリエーションがある。グロン・アーベックにより、著書、キリムにおいて付された説明とともにそのいくつかをここで紹介する。広く用いられるモチーフは、女性、母性、多産を象徴する図形であるエリベリンデである。他のモチーフとしては、 自分たちの家畜を狼から守りたいという部族の折り手の願いが込められている狼の口や足のモチーフ、サソリに刺されないことを願うモチーフといったものがある。また、折り手の家族を邪志から守るためのモチーフもあり、邪志が矢のシンボルによって4つに分割されているものや、狩り、人間の目、またはお守りのシンボルにより邪志から守られているというものが挙げられる。 絨毯には単にお守りの図柄が織り込まれるのではなく、お守りがそこにあることが、邪志から守る力を与えるとして、お守りの実物が織り込まれる他のモチーフとしては、多産の象徴として、嫁入り道具のチェストのモチーフ、多産そのもののモチーフがある。同様に、流水のモチーフも文字通り資源を象徴するものである。家族や恋人の結びつきを願うものとして、足かせのモチーフがある。 他のモチーフは幸運や幸福を願う気持ちを表現するもので鳥やソロモンの五防星が例に挙げられる東洋の恩用のシンボルは愛と結合を表すものとして用いられるキリムはパイ織りの絨毯よりも安価であるため絨毯の初心者コレクターはキリム集めからコレクションを始めることが多いキリムはパイ織りの絨毯に比べて二流であるとみなされているにもかかわらず 近年、キリム自体がコレクションの対象とされてきており、高品質のキリムには高値が付けられている。キリムがパイル折り絨毯よりも劣っていると見られていた点は、実際は土着の用途のために製造された絨毯と商品用として厳密に製造された絨毯の違いに過ぎなかった。キリムは大規模な輸出商品ではなかったため、パイル折り絨毯とは異なり、外国の市場に合わせて、 デザインを変更する必要がなかった。コレクターが伝統的な土着の織物に価値を満たすようになってからは、キリムは人気が出るようになった。その後、西洋で新たに知られるようになったキリムの品質は以下の3つの要素により損なわれることとなった。第1の要素は化学染料の発達である。伝統的なキリムの魅力の重要な要素の一つは、 織糸を手染めすることによりそれぞれの色の色調にばらつきが出るためアブラッシュと呼ばれるまだらない色合いができることであった。ビクトリア朝の後半に開発された化学染料によりアブラッシュは生じなくなり、キリムは色鮮やかになったが、しばしば色汗が生じるようになった。第二の要素は中央アジアにおいて遊牧が行われなくなってきたことである。定住が始まると織物に 各部族の特色が現れづらくなった。第三の要素は、キリムの商品性が新たに発見されたことそれ自体の帰結である。絨毯は個人での使用のためではなく、輸出して外貨を獲得するために製造されるようになったため、土着のスタイルや絨毯の社会的な意味合いは失われた。伝統や折手の家族の求めるもの、 降りて自身の願いや不安に従ってではなく、市場に合うように模様や色が選択されるようになった。ありがとうございます。